口寄せの術とは、血で契約した獣を術者の呼びかけにより瞬時に出現させる召喚術。その獣の住処は特定できなくとも、原則同じ世界に存在するものだ。だが奴は、奴は別の世界、異界を住処としている。つまり特殊な口寄せによって呼び出された獣、それがヌエだ。それで気配を感じられないのか。今のところこちらから干渉する方法がない。参ったね。どうも。そばに従事者がいるんじゃ。特定を急がせてはいるが、どうもね。近くにいないってのか。ここ先生、従事者も異界にいたとしたら気配をたどれないよね。どこへでも察知されず送り込める爆弾。志村丹蔵、まったく厄介なものを残してくれたよ。ダメだね、どこにもいないみたい。こんな大騒ぎに姿を現さねえなんてことありえねえ。ボルトのやつ一体どこに行ったんだ。もしかするとこの騒ぎ、ゴースト事件と関係あるのかも。え、あ、まさかボルト君この中にいるのかな。わからない。ただ委員長もいなくなるなんて。なんかすげえヤバいことになってるんじゃねえのか。僕もっと探してみる。おい、探すと言っても。なんだあれ。どこやった。いいわ、私のチャクラを食らいなさい。まさか食ったのかよ。
けにはいかねえ。忍者の仇だ。なんだ。どうしたの、ぼーっとして。美月、仇も何も院長が死んでいるわけないのに。あれは院長の命令で動いているんだから。ってことはまだ無事なんだな。まだ院長をかばうつもりなの。お前こそまだ院長を。まずはこいつをどうにかしないと。里に出現した時よりだいぶ小さくなったけど、まともに食らったらヤバいよね。美月、足止めできるか。やってみるよ。フートン突破。やっぱりすごいね、君の瞳。こいつの急所が見えるんだ。あとは僕が。ヘビミカズチ。ヌエは殺させない。この子は復讐のために私が育てた最強の兵器。院長。院長、一応聞いておくけど、おとなしくついてきてくれるなんてことありえないよね。なあ院長、戻ろうぜ。よくまだそんなのんきなことが言えるわね。私は木の葉の里を襲った。これは戦争よ、私にとって。それは親にとってだろ。違う、私にとってよ。私は父親にいつかこうするように教えられてきた。根は戦乱の中において、これまでずっと木の葉のために尽くしてきた。でも大戦後、根の出身だった父はまるで犯罪者のような扱いを受けた。そんなの今の院長には関係ねえだろ。私、そうね、私には関係ないわ。家系すみれなんて花から存在していないんだから。私は物心ついた時からずっと隠れて暮らしてきた。ずっと息を潜めていた。唯一の安らぎは母に髪を結ってもらうこと。その母も心労から病に伏し、じきに亡くなり、憎しみを募らせた父親は里への復讐のため私をその道具として育てた。私はもう母の声さえ思い出せない。木の葉の者どもは何も分からず、ふぬけた体制を支持し、浜地さえ我らの存在を否定した。スミレ、こ
丹蔵様が研究し秘匿していた術の一つ。お前がリネとの契約者となり革命の呪しとなるのだ。闇を晴らすために育てられた兵器。私は父親の恨みを晴らすために育てられた兵器。危ない。フートンかまいたち。もう必要ないよ。水遁水霊波。それより君を回収したいんだ。大切なのは背中のゴズ天の。君は死体でも構わない。ボルト、やめろって言ってんだろ。同じクラスの仲間に何してんだよ。クラスの仲間？委員長は情報を集めるためにみんなを騙してただけでしょ。俺はどうしてもそうは思えねえ。涙たちから聞いたぜ。委員長が必死に二人を助けようとしていたって。それに俺が2週間遅れで学校に来た時だって、クラスの男子と女子で喧嘩になった時だって、いつも心配していて。お前すぐに感情が顔に出るだろ。あれが全部嘘だったなんて思えねえよ。それだけが委員長を信じる理由だっていうの？そうだ、なんたってクラスメートだからな。全く、君はいつも僕ではたどり着かない答えにたどり着く。根拠もないのに人を信じるなんてバカみたいだよね。なんだよ。でも僕が病院に探りに行った時、委員長はこんなこと早く終わってほしいって言ってた。あれは本心な気がしたよ。前に見たのと同じだ。ゴーストが消えていく。やっとわかったぜ。なぜ悩みを抱えた人にだけゴーストが取り付くのか。それは委員長自身がずっと悩みを抱えていたから。同じような精神状態の人には取り付かせやすかったんだ。そして心に大きな影響を受けるとゴーストは消えちまう。ごまかされねえぜ、院長。違う、私は父の恨みを晴らす兵器。ねえ、やっぱり復活しちゃったか。命令よ、私のチャクラを全て吸い取りなさい。そして自爆しなさい。どうしたヌエ、早く吸いなさい。ヌエ、何をしているの？どうして私の命令が聞けないの？どういうことだろうね。ヌエ、こら。そいつ委員長のことを親だと思ってんじゃねえのか。委員長はそいつを命令のまま動く獣だと思って育てたのかもしれねえけど、そいつは委員長を親だと思ってる。そんな奴を兵器にすんのかよ。
ずっと親の命令に苦しんできたのに、それをお前はヌエにさせんのか。道は自分で選べるんだ。俺たちもヌエもお前も。私スミレ、ゴズ天皇が。これは何だ。おそらく砕けたゴズ天皇によってここに蓄えられたチャクラが暴走しているんだ。やばいのか。相当ね。多分すぐに崩壊する。院長、脱出するぞ。どうしたんだよ。おい、ボルト。院長、楽しかった。勉強も訓練も楽しくて、こんなの初めてだった。委員長、スミレ、この生活は私たちの時代でおしまい。あなたの人生はきっと別の場所にある。お母さんはあなたの幸せをずっと願っているからね。お母さん、ボルト君どうして。置いてけるわけねえだろ、クラスメイト。戻ろうぜ院長。不可能だったことを可能にする、これがボルトの力。が見つけた光の筋。ああ、このヘビ、美月くんのじゃ。やっぱりあいつらここに。ボルト、ボルト、ボルトくん。ボルト、いってて。なんで空から。あ、まあいろいろあってよ。委員長も。お前らが呼んでくれたから出口が分かったんだってばさ。どういうこと。まあいいじゃねえか。なぜ君たちこんな時間にここに。あ、いや、ボルトたちを探してただけだよ父さん。僕も君と似た境遇だ。力にならせてくれないか。院長、どういうことっすか。ちょっとだけ
話してくるだけだから。そっか。過去の亡霊が起こした事件だ。彼女を悪いようにはしない。院長、あいつ生きてるぜ。かすかだけど、お前の左手とつながってる。ボルト君、一体何があったの？それな、とにかくよかった、戻ってこられて。なんだそれ。今度ゆっくり話すって。とにかく一件落着だってばさ。あれ、すっかり朝だね。このまま学校行く？僕も親に逆らっちゃったよ。いや、俺はそんなんじゃ済まねえ。あ、一番内緒だ。とにかく戻るぞ。俺も。ああ、待ってよ。父さんが他の里のアカデミーの書類を集めてきたんだ。委員長が転校するのか。わからないけど、父さんが事件の担当者だったからね。アカデミーに戻るのはきついか。このことボルトには言ってねえよな。あいつが知ったらきっと面倒くせえことになる。次回、ボルト・ナルト・ネクスト・ジェネレーションズ、新しい道。今は黙っておいた方がいい。